ゴールデンウィークはなかなか晴天という日が続いていかないようですね。そうですね、はい、また天気崩れてきますけれども、うん、はい、特に南西諸島は、はい、天気が崩れる日が、うん、まあ、この後、続いていくということになります、はい、まず天気図見ていきますと6日、こちら停滞前線ありますけれども、うん、まあ、梅雨前線と言っていいかと思います、はい、この後7日もですね、前線が停滞をしていくということになりますので、はい、南西諸島、奄美地方や沖縄地方は梅雨入りというふうになるかと思います。わかりました。ではこちらのエリアのお天気アイコンでも確認していきましょう、はい、3、4日は晴れのアイコンもありますが、その後曇り雨のアイコン続きますね。そうですね、はい、明日明後日はですね、このように晴れ、ということになるわけなんですけれども、はい、5日以降、特に6日以降はですね、うん、梅雨前線の影響で、かなり天気、崩れる日が続くということになりますので、うん、はい、まあ、この後ずっと長く、崩れますので、この3日4日の晴天は、うまく日差しを活用していただきたいと思います。はい、まあ、そろそろ南西諸島のエリアでは連休明け梅雨入りという発表もあるかもしれません。